その広い心で建築さえ考え込んだったらとんでもないことになるなと、自己流のとんでもない解釈でむしろ表がわからんようになると、わからんようになるさかまあ離れざるを得ない、あるいは離れでむしろ生産を悪う言う人も中におるわけですが、これはやっぱり自己の偏境な囚われた気持ちで大元の教え、先生様の親になることを見とったらとんでもないことやなと思いますね。そういう面で大変この大事ですが、そういうこの浦島太郎、そしてですね、日本書紀に浦島太郎が出てくるんですね。で、浦島太郎も結局どこに行ったかいうと竜宮城みたいになると思うんだけど、本当は常世の国なんですね。つまり理想の国なんですよ。常世の国じゃこの時間が無限大である、時間のない我々の時間と違うんですね。つまり、浦島太郎さんが乙姫さんなんかの大変なもてなしで忘れた、ところがいつの間にか3年くれた、帰りとなった。で、帰るとき乙姫さんからですね、こらそんなことがあってもあげちゃいかんよと、玉手箱もらったんで玉口源というか、それも帰った。相当帰ってみたらもう全然この与謝野の海は違うと、知った人もおらんと。で、聞くと、そういう浦島太郎というのがおったそうやな、まだ帰らんというような逆に話を聞くと、これでも悲しくなってですね、そしてこれは絶対開けちゃいかんというのを開けちゃったら煙が出て、たちまち自分も白髪になって、まあ、亡くなったと、まあ、いうようなおとぎ話ですが、でそこには大変いろんなことを示唆してるんですね。つまり常世の国は時間というものがないっていうか、上の国の3年が現在の300年ぐらいの開きがある、つまり長時間帯、時間がないと、永遠の時間ということですね。ところがですね、この大元の予言というのは、それじゃ長時間でそういうあれかというと、それじゃない、やっぱり合わせ鏡のようにですね、前回で起こったことはやがて細かな変化では限界に移ってくる、で限界のことは例外にこう移ってくると、そういうこの大元の独自なですね、この考え方、これはすごいなと思うんですね。つまり限界と例外を結ぶのは何かというと、誠によって結ばれていくと、その誠は神に通じ必ず天界に、そしてまた限界に移ると、そこに大元がなぜ正しい誠の神を追いつきまつり、そして真心によって誠によって祈りを捧げると、ここに合わせ鏡のように天国の鳴らせ卵を結ぶ、地にも鳴らせたもうという、クリストの祈りが大元の祈りにも通じ、そして麗しい地上天国になると、その天と地を結ぶ誠、その教団としては一番大事なこの道等の問題というのがこれあるんですね。そういうことを考えますときに、今道等の問題というものを考えるときに第一次でも第二次でもですね、道等の問題は手をつけられなかった。ところが今度は一番最後の悪魔のあがきはですね、ここに手をつけたんですね。でそれだけ我々はしっかりおかげをいただき、どのように正しい教団のあり方、でそれが弥勒の
世を作る一番大事なキーポイントにもなった。だからこそ二代様は、もし直美が四代に正しくつけないようなことがあったら大変なことになる、泥棒になるぞという、これは何でも脅かしでもないなという気がするんですね。でもちろんそこには神様の絶大的な見計らいというのが、だから人間心であんまり憶測してもしょうがないけど、必ずこれは神様のご啓示によって必ず成就するということは、これはもう私も確信しております。だからそこにある程度の遅かれ早かれの問題が残ってくる。で神様は大変この気が長いんですね。としかく私の神様たちはもう大変気が長い。しかも時間というものを考えたとき、人間は時間と空間の中にあるわけですね。根源的に根本的に時間と空間を左右されるのは誰か言うと神様じゃ。それじゃ時間と空間もその創造主によって作られた。だけど一点作った時間と空間的な根源的なものは神もかなわずというところがある。でそこにやっぱり大変この面白いと言いますか、神様は時間と空間を自ら作った。つまり全てを創造された神様はもちろん宇宙という大空間、そしてそこに時の流れという時間というものを作られたわけですが、宇宙の発祥とともに時間というものが動きつつあるわけです。で時間というものはそういう時を刻む時間とともに我々の誠というこれ刻む、こんだけ時間は経ちましたという中で誠の時間というのはこれ測ることができない、計り知れない、そこに大変な精神的な誠時間というのがあるわけですね。それを超越する問題がある。ですからこれ時間言うたらただこの太陽暦とか月を中心にした、あるいは星を中心にしたそういうこう刻まれるあれじゃなくて、それももちろんありますが、そうじゃなくて一言にしてばやっぱり時間あるいは空間っていうのはやっぱりその真実誠っていう神の誠ということにも尽きると思うんです。それ以外には表現の方法がないと思いますね。でそれをインドあたりではですね、ゼロっていうようなことです。ゼロっていうようなこと。ところが日本ではゼロっていうようなことじゃなくて、やっぱり1、2、人、歌、み、一っていうのはこの初めに、初めの神、そこら辺がやっぱり違うなと思うんですね。つまり仏教は確かにすごい哲学を持ってるな。ゼロの発見って言いますか今日の数学っていうのはゼロからやっぱり出てるんですね。ところが哲学的に日本ではゼロっていうのは発想これなかったと思いますね。結局はじめ1、人、2、3、4この日本の言葉は無から始まったんじゃなくてゼロから始まったんじゃなくて
人、札、民謡、そこから始まった。でこれがやっぱりいつも言うと違うなと。つまり優の神としての優、優無の神じゃなくて優の神はっきり存在する。はじめ、つまりそこは生命をもっと積極的に前向きで立てさせていく。いわゆる先生様はこのことを進展主義、そういうような面で捉えられている。で大本ももっと積極主義、有の神、物よ、今までは神は物は言わなんだけど、自説前で言うで書いてあるよね。で確かに無としての神も出てないか言うとそれはあるでしょうけど、むしろ再びご出現された神は積極的に神申すだよという立場、生命の尊厳、生命の身体じゃなくて、生命の無言じゃなくて、生命をもっと積極的に主張される。ここにやっぱり大元の出現、今日の大事な点があると思うんですね。でこの点が大変この、大元の弥勒根を作る上において、それで今までは日本の神道でもですね、大体常世の国、琉球的に言えば、沖縄的に言えば、理想の国というのは二代家内というのことでもね、つまり常世の国から二代家内から神様がやってきて、そして、たくさんの豊かな大法を、そして我々に幸福を与えてくれるんだ。あるいは向こうはミルクじゃない、ミルクのことミルクミルク言ったら牛乳がいいなと思ってたら、そうじゃなくてミルク信仰のことですね部活やったんですよね。これも古っからこれある。これはやっぱり大事なことだなと思うんです。で今この日本の20世紀はあと3年わずかで終わるわけですから、これほど混迷しておるからこそ本当は明るい未来を打ち立てなきゃならんという構想が生まれなきゃいかんけど、全然ダメですね。全然ダメ。これなんでダメか言うとですね、結局根源に行きますが、やっぱり聖子様がこのおっしゃった明治ご維新は人間を天皇にするその王政復興やったんじゃと。つまりその王政復興の根本を何求めたかいうと、天照大神さんちゅういわゆる民族信仰に求めたわけですね。民族信仰、この民族信仰の原点は何か言うと、先ほど来申しました、あの古事記712年の古事記の天武天皇が作ったこれです。つまり宇宙、人類の根本、
そこにはいろんな子孫語も子孫語も無論語もおる、ね、でそういうのを包んで一番その根源の創造神という考えがなかった、そういう広大な思想上がなかったわけですね。ほいで日本だけこう見る、ですから大変このか弱い思想しか生まれてないんだね、残念ながら。日本は深刻やよくとね、実際ずっと調べてみますとね、宇宙の根源神という考えはこれないんですね。伊勢様はそれを乗り直してくださった。乗り直して。天の源氏の狼さんによって乗り直してくれた。ところが今度はその批判がこれ出とるさ。つまり本当の信仰はしてないんだと。つまり哲学的にですね、よそからカリモンの名前だけは取ってきたわけですね。ところが信仰の対象としてはどっこも映ってないわけですね。でそのことを戦後の予測発言でもおっしゃってるわけですね。韓国兵舎の祭神はみんな人間じゃないか。本当にそこに正しい信仰があったらですね、天の源氏の狼のご神徳をこのように受けるんだと、そこには手を合わせて拝まざるを得ないというこの神官と根本的な神に対する観念と、ただ観念じゃないですね、それは観念やったら哲学思想です。我々行動の中にはあたり拝むというこの謙虚な気持ち、そこに信仰という我々の生活に関わってくるわけです。行動に現れてくる、あるいはお祭りに現れてくる、あるいはいろんな行事に現れてくる、これがないわけですね。そういうことを思いますと、つい日本の思想がなぜ狂歪であったかということ、まず根本には神官、それとあまりにも本当は日本は四つの島、そして周遊海、そして春夏秋冬やってくるんですね。この地上まさに天国ですよ。現世というものをものすごいやっぱり大事にするわけなので、これがですね、インドあるいはユダヤの地位やったらこれはもう砂漠ですね。そこでいろいろ苦闘する、そして水の流れるカナンの地にやっとモーゼあたりが英雄が返していく、でそういうこの一つのやっぱり現世の厳しさに対する大きな理想というものをこうありたいという、でそこにこの深い宗教、偉大な宗教というのが生まれる面があるんですね。でそこに大本の教え以外の宗教というのを見ますときに、そう言っちゃいかんけどね、お釈迦さんがイエス・クリスとか、あるいは孔子さん、老子さんの二番煎じみたいなのが日本の宗教家です。残念だな、お釈迦さんみたいな、クリストみたいな、あるいは孔子や老子みたいな偉大な宗教家が生まれたかというと、残念ながら生まれてない。でそういう面からしても先生様のご出現というのはすごいもんじゃということを思うんで、つまりそういう今までの日本の宗教史、いろんな政治史、いろんな歴史の中であらゆる面に一応触れながら
万般にわたって説かれておると。説かれるだけじゃなくて、自らも実践し、自らも創造していく。最近出たですね、山折さんの本がありますがね、あれに、鬼三郎の百面相というか、これは大変面白いんですね。これはよう、山折さん、大本のことを勉強してくれはったな。先生のことをよう理解してくれはった。鬼三郎先生は百面相でしょ。百面相というのは、やはり相応のり、人味で相応でしょ。相手が政治家、相手が小さな子、相手が外人で何を求めてるかという、やっぱりそれに対応しながらですね、こう、相手を満足させていく。つまり、相手によって面をこう変えながら、お面をたくさん持ってますね。で、そうせなきゃ、救われるわけですからね、安心して、話もできんやろうし、心を許すような話もできんやろうし、そういう面でですね、日本の宗教史で鬼三郎の先生にかなうものはない。ただ、まあ、弘法大師は少し念を持っとった。真面目なこと書いてますね。これは偉いこと言う、やっぱり言うなと思います。というで、面でごまかすわけにはないわけですね。我々はこの面をかぶってですね、ごまかすやつが多い。これは全く全く。そうじゃなくて、自分の主体性を持ちながら、そして相手の気持ちになりながらどう、この救ってやるか。そういうことの真実を、基本的に持ちながら、そして愛情をこう安心させて救うという、でそういうこの大変な技量といいますか、実力といいますかね、そういうのがこれできない。認識しよったらすごい剥げるもう今は政治家だね、ほんまにもう言葉だけの認識して仮面ばっかかぶると、ね、それにいかにも真実らしいことを言うんだけど、これはもうすぐバレてますから。それでも先生様は本当に一貫した、それがようやく今こう分かりつつあるわけですね、一般大衆に。そういう面で大変この、まあ、大事な時だなと。そういう面を、まあ、感じまして、もっともっとお互いが積極的にですね、教えを宣伝しなきゃいかんと思うんです。ところがやっぱり一つの大きな時期が来たなと思うんです。というのはですね、時期が来たなと思うのは、この大仏の中の、これ、ね、先生、もうちょっと長杉雄さんが削ってくれというわけで、これ削ってもどうも 8ページになってしまって、社説っていうのか主張っていうのか、そんなあんまりなくなったらあかんことは分かってるんだけど、大事なもんで書いてしまった。本当はもっと長かったんです。でも削ったんです。つまり去る4月2日最高裁がですね、これは15年にわたって、提訴され、戦っておりました、愛媛の、靖国、玉串訴訟ですね。これは、まあね、初めて、最高裁としては初めての画期的な違憲判決をした。つまり、玉串は神道の行事において大変な重要な